ディー・ブラウンは、フロリダ州クリアウォーター出身のアメリカンフットボール、選手。NFL で2002年から2006年まで、プレーしている。シラキューズ大学では2000年に11試合出場し1031ヤード、1回あたり6.0ヤードを、走りランで9タッチダウン、レシーブでも2タッチダウンを上げた。2001年の NFL ドラフトの6巡目175番目に、 ワシントン・レッドスキンズに指名されて入団したが、レッドスキンズでの試合出場は、カロライナ・パンサーズ、ピッツバーグ・スティーラーズ、クリーブランド・ブラウンズ、カンザス・シティ・チーフスでプレーした。2007年8月7日に、ワシントン・レッドスキンズと契約したが、プレシーズンゲームに2試合出場した後、8月30日にカットされた。 2002年のルーキーシーズンにはカロライナ・パンサーズで360ヤードを走り4タッチダウンを上げたが2005年2006年所属したカンザスシティチーフスでは2年間でわずか45ヤードのランに止まっているスペシャルチームの選手として評価されており NFL のロースターに残ることができたありがとうございます